これやっぱり見ていただいてですね、命を感じていただきたい。 iPS 細胞を使って実際に拍動する心筋振動、これをぜひ万博を佐賀県の目玉にということで、私がエグゼクティブプロデューサーかと言いますとですね、実は私の仕事をですね、南部大法にお見せしたときに、これやと言ってくださってですね、これが本当にパソナ館の、今日後ろにあるパソナ館の建設実現につながったということで、私も本当に感無量であります。もう6年経ちますかね。私としてはやっぱり命を感じてもらいたいということですので、いろんなことをやってきた成果が今ここに詰まっております。私たちの iPS 細胞心臓は、これやっぱり見ていただいてですね、命を感じていただきたい。動いてる心臓、私みたいな心臓外科医以外見たことないと思いますので、改めて生命体の中で心臓が動いてるのを見て、その命ありがとうということをですね、感じていただく。そして、その命ありがとうの大きな社会、世界がですね、南部代表が考えられたネイチャーバースという世界ですので、このネイチャーバースの実現に向けてですね、このパソナ館がですね、一つの大きなきっかけになって、みんなで助け合いながら命を、大事にしながらですね、新しい未来をですね、形成していくような、本当に命が輝く未来社会のデザインというのは、裏返すとですね、このテーマはですね、本当に未来は命抱えていますかということですので、それを実現するのがネイチャーバースだということで、ぜひ皆さんにお楽しみいただけたらというふうに思います。今日はどうもありがとうございます。私は心臓血管外科医でたくさんの命に向き合って、命を助けようと努力してきた、40年間心筋手術をしてきたんですけど、やっぱり助けられない命もあったりですね、それからやはり命っていうのがどんだけ大事かと、一人の人を助けるのにどれだけ我々が努力している傍らでですね、戦争があったり殺人があったり、簡単に人を殺める、これって何だと、私はおそらくそれはその人のエゴじゃないかなというふうに思ってるんですね。で、そういうことからも命を大切にという思いが、万博に通じて命輝く未来社会のデザイン、そして、ナムさんが、私のやってきた仕事の代表的な仕事の一つとして iPS 細胞を使って実際に拍動する心筋振動、それから心臓の形になった iPS 心臓ですね、これをぜひ万博パソナ館の目玉にということで取り上げていただいて、私がプロデューサーになったと。やはり命を改めて見直す、見つめる、そして命、やはり命ありがとうと、なぜ命が育まれているかということも含めてですね、ぜひそのような命の大切さをパソナファミリオンで表現していきたいというふうに思っております。私たちはやはり心臓手術をして助けられない命、特に究極の心臓病は心不全なんですね。で、これをどうやって助けるかということで、心臓移植、それから人工心臓治療によってですね、たくさんの方を助けしてきました。しかしこの心臓移植や人工心臓で助けられる命とは、必要なこういう心不全の方々、治療すべき方々の1割にも満たないぐらいなんですね。ですから、その、残りの方々、本当に助けれるようにということでは、もっといろんな治療法がいるだろうということで、2000年から心筋の再生治療に、我々は着手しました。そして山中先生の出会いとの出会いですね、これ2007年にあるんですね。iPS 細胞をぜひ私たちが開発してきた心筋シートですね、これに応用していくということで、2008年からもう十数年ですね、今日の研究をしています。そうやってやってきた成果、もう本当に私たち
みんなの力によってですね、患者さんが助かるようになってきたと。もう今それまではこの治療法がなかったら、本当に自宅待機、病院での入院を余儀なくされる人が社会復帰するまでにですね、その人たちを助けることができた。まあ、今、人で臨床試験では8名の方が元気にしていただいてるんですが、これをどう表現するかということで、CBC とですね、実際に治療に使うより、目に見てですね、拍動っていうのが伝わるような、いろんな工夫をしてですね、心筋シートを作って、まあ、それを展示させていただこうというふうに思っています。さらにですね、要求がどんどんエスカレートしてですね、世の中が心臓の形で拍動してるのを見たいと。まあ、いろんな方々がですね、無邪気に、今回の万博の目玉は月の石ではなくて、iPS 心臓だと。まあ、言うのは簡単なんですけど、そんなもんできるかと。2、3年前までは思っていましたが、まあ、でも一回やってみようということで、心臓の形を作って、その上に心筋の iPS 細胞を貼り付けたんですね。でも、最初は全然動かなかった、ね、もう拍動もできないし、まあ、無理かなと思ってたんですが、うちの研究者の一人がですね、ちょっと吊り下げてみましょうということで、こう糸を使ってですね、その心臓を吊り下げたところ、1週間10日すると動き出したと。でこれって何かというと、ここにやはりサイエンスがあるんですね。でもね、それをやはり何度やっても再現性があって、これはおそらく心臓の iPS 細胞、心臓の形をしていて、それにかかる重力がですね、そのやはりいろんなインパクトを与えて、その重力をに対してですね、拍動して、心臓の動きを伝えるような、これ難しい言葉で言うと、エピジェノミックって言うんですけど、おそらく遺伝子にも影響してですね、そのような拍動が起こるような状態ができた。無邪気な人たちの、プレッシャーですね、ついに我々成功に導きたという、本当に数年間かかって開発してきましたが、いよいよそれを見せできる。もうすでに人でこの治療を行ってですね、まあ、8人の方ご自宅で待機か、まあ、病院で入院かという状況の方々がこの治療を受けていただいて、まあ、1年後ぐらいには非常に元気になっていただいて、皆さん社会復帰されたり、いろんなお仕事に使われている。少なくとも、この方々はですね、やっぱり治療がなかった方々ですので、本当にその方々もですね、元気になってなった姿を見て我々も極めて勇気を得ています。で、まあ、やはり、まあ、我々も動物実験含めていろんなことを積み重ねてきて20年、ようやくですね、まあ、やはりその積み重ねが実ってきたかなと。いよいよこれをですね、世の中で一般の医療で普及させようということでは、まあ、保険診療で可能になるかどうかですね、そこにつながるのにはまだ2年、3年かかるかなと思います。もうそんなに遠くない将来に、どんな方にもこの治療法が必要な方には受けていただける。それからこれ日本だけではなくて、世界でもですね、この治療法を持っていらっしゃる方たくさんいるので、もうすでに世界で、特に最初まずアメリカでですね、この治療法を始めるためのスタートをしております。まあ、海外でも数年後にはですね、皆さんに治療を受けていただけるようにしたいというふうに思っています。これはですね、まだまだ時間がかかると思います。デモンストレーションとしては見せていても、実際に人間の実際の心臓ってよほどよくできていてですね、まだまだたくさんの科学のブレイクスルーが必要じゃないかなというふうに思っています。まあ、ちょっと私が生きてる間は無理かなというふうにちょっと思ってるんですが、まあ、それでもこういう技術をつないでいくことによって、いつかは成功していくかなと、実現していくかなというふうに思っていて、まあ、それが今回の万博のバソナカン展示
パビリオンの中でのストーリーにつながっていくのかというふうに思っています。私は心臓血管外科医40年やってまして、どれだけたくさんの命に関わらせていただいたか、たくさんの方を救うこともできたし、残念な結果も含めて、やはりだからこそ、仕事なんですけども命の大切さっていうのを身に染みて感じているわけであります。一方で、戦争とかですね、殺人で人を簡単に殺める、もしくは人が死んでいく、これ私個人的には許せないんですね。どれだけ、心臓が悪い人を助けようとしている方はあるから、心臓悪くないのに殺していくというのは、これはもうちょっと許せない、人のエゴだというふうに思ってますね。でそれ観点から、やっぱり人ってそもそもは死ぬんですよ。で人は死ぬがゆえにどうやって生きるか、本当にもう誰もが明日死ぬかもしれません。交通事故で会うかもしれませんし、地震が起こって死ぬ方もいらっしゃるわけですから、病気だけではないわけで、今日明日の命も実は誰も分かんないですね。でそういう中で人の死ということをどれだけ感じながらですね、自分が死ぬかもしれないという意識が今の現代人、特に日本人にはないんですね。で江戸時代とかですね、もう過去かつてはもう本当に明日死ぬかもしれないという死と隣り合わせ の生活をしていた。これはやっぱり死生観だと思うんですね。日本現代人が死生観長すぎるということで、やはり死生観を考えることが原点で生きていく上の人の原点、そのであるがゆえに命が大事、健康が大事、今日の一日が大事、人生が大事というふうに思ってほしいと。もうこれ本当にパスマ館でそのことを表現させていただくのが私も大変嬉しいと思いますし、一方で、私の考え方が皆さんに通じるように、死生観を大事にしていただきながら命を大切に、その原点をですね、私たちが作らせていただく iPS 心臓を見てですね、感じていただけたらというふうに思います。